皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月15日18時何分、今日、夕方ぐらいから能登、半島の地震をいろいろ動画 YouTube で探していたんですけども、複数の動画で能登、半島の地震、今年の1月1日に発生したかのように放送されてますが、どうやら2023年の5月5日でも出てくるんですよ。で、本当のところ一番最初いつでした？昨日のは、その夜中寝る前なんですけども、動画を見ていて、海外の方の、方たちが編集されてる VTR だったんですが、津波によって、流される、その娘さんを急いで、車に乗せてるんですが、津波が来た後、その波が引いていく中で、その娘さんが流されて、納屋の中に逃げ込んでいた、お子さん3名の方の映像なんですけども、かなり昔に見たことあるような気がするんですよ。となると、能登半島の地震、それは能登半島という扱いでの地震で、日付を見ると海外の人たちが編集しているんですけども、横文字で、題名とか、だけども2024年と表記されてるんですよ。本当のところは、能登半島の地震はいつ発生したか、テレビで放送してもらえないですか？以上です。